皆様こんにちは、ヘアメイクアップアーティストの小田切ヒロでございます。本日の内容はナチュラルでデカめ、そして目幅拡張メイクアップでご紹介でございます。目というのはですね、メイクアップによって目の形を簡単に変えることができます。形を変えるだけではなく、ナチュラルなのに目幅が広がった印象に見せるというやり方があるんですね。大胆にやるテクニックではなく、ちょっとした緻密な計算、これだけで誰でも簡単にお目元を大きく見せることができます。そんなテクニックお披露目したいと思います。それではスタート。それでは早速始めていくわよ。今日もモデルさんに椎名美月さんに来ていただきました。よろしくお願いします。いやもう美月ちゃん、今日はね、はい、皆様のお悩み、お面玉を大きく見せたいという、そう、メイクによってね、いろんな印象を変えることできますけれども、はい、お面玉を大きく見せるという方法もメイクでできるんですね、はい、そう、メイクというのは例えばね、可愛く見せたい、かっこよく見せたいとか、目の形を大きく見せたいとかね、それをね、メイクで実際に叶えることができるの、はい。それで今日ね、皆様のね、いろいろご相談の中にありました、はい、目幅拡張メイクという、そう、最大限目を大きく見せる方法というね、はい、それをがっつり黒いアイラインとかじゃなく、よりシンプルでナチュラルなんだけれども、極力目を大きく見せたいんですっていう方がすごく多いの、うん、知りたい、知りたいでしょ、はい、目幅を広くしたい、うん、私もなんですそうよ。というのも、目元が大きく見えるだけで、うん、顔の形のバランスもよく見えたりするんですよね。メイクのルックでは目を小さく見せて唇を大きくするみたいなメイクのルックもありますけれども、はい、顔全体の形をね、バランスよく見せるためには、目はやっぱりちょっと幅広めに作っていただくと、とてもね、洗練された比率になってくれます、そのやり方で今日ご紹介していきたいと思います。じゃあ早速いくわよ。まずアイメイクというと、どうしてもアイシャドウから入ると連想しがちじゃない、はい、そう、けれどもアイメイクというのはですね、目だけではなく、目のここまでが目という感じで考えていただくのがいいですね。メイクというのは目の錯覚効果になりますので、目周りだけでメイクをしてしまうと目は大きく見せるのに限界があります。けどその限界値を超えるため、目の錯覚で目がすごく大きく見えるという方法は、この目のね、目尻の外側のこめかみのところまでアイメイクとしてちゃんと考えていただきながらメイクをすると目って大きく見えるんです。意識したことなかったです。ないでしょ、うん、そうよ、もうそれ大体の方そうなの。そうですよね。そう、じゃあ今から早速いくわね、はい。じゃあアイメイクを行くところで、アイシャドウからまずいきません。まずはアイシャドウをつけるベースからコントロールしていきます。そこで使っていくのが、今日はですね、コンシーラーを使っていきます。まずはこちら NARS のソフトマットコンプリートコンシーラーの、このね、ポットタイプのコンシーラー、はい、これとこちらイブ・サンローランのファンデーションスティック、これね、ローライトタイプになります、うんうん、この2色ってほら、ちょっと暗いのと明るいのだな。そう、これをね、まずアイシャドウのベースとしてコントロールしながらのせていきます。まずは前に出したいところは明るいもの、引っ込めたいところは暗いものというのを、目周りというこのゴーグルゾーンですね、スキーのゴーグルをする時のこのゾーンに明るいのと暗いのでコントロールしながらベースを作っていきます。じゃあその方法をやっていくために使っていくのが、こちら資生堂のコンシーラーブラシ、そう、これを使ってね、まず明るいコンシーラー、このコンシーラーをまず明るく見せたいというところに乗せていきます。まずは目を閉じていただいたお面玉の中央、これもお面玉の中央、そして次は鼻根です、ここ、そして今度はこの目頭の下、これも目頭の下、目尻のこのスッとフェードアウトされたここです、目尻から 1.5 センチ先、 1.5 センチから外側に明るいもの、そしてローライトを置いていただきたい部分があるんですが、またこちら同じコンシーラーブラシに、こちらイヴ・サンローランのこちらローライトのファンデーション、こちらをね、これ取っていただきましたら、今度ローにしたいというところはですね、目尻のこの部分、そして、目頭のこの部分小さく、このハイライト、この鼻根のお隣ゾーンに丸く点と、このハイライトのお隣、お隣のこのゾーンに
点、ローライト、ハイライト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 を繰り返し点在させていきます。これを横に広げるのではなく縦にぼかしていただくっていうのがポイントになります。まずはぼかすのは、ハイライトからです。このコントラストをこのゴーグルゾーンに持たせることによってベースの時点で目がメリハリ感が出て見えるんですね。そのメリハリ感のあるベースの上にアイシャドウを乗せていただきますとよりメリハリ感が強化されますので、目元がとても印象的に大きく見えることができます。大きく見えます。これでまずハイライト、ハイライトはこの部分はこういう感じで伸ばしていただくのはですね、こういう感じでこの部分は C っぽくぼかしていきます。そしてお目元の中心はこれはですね、この真ん中の部分、そして乗せてはいけないのはこの際ですね。際の部分、このまつげの際というのはですね、少しくすみがあったりとかローライト感があることによって立体感が出るんです。なのでこの部分にはハイライトを持っていかないで、この際から2ミリ開けたこの上の部分、この上の部分にこのように縦にハイライターを入れます。ハイライターといってもコンシーラーハイライターになりますので少しね厚みも出るっていうのがポイントになります。そして今度はこの部分はトンと前に立つような感じで、そして今度鼻根ですね、この部分をスーッと縦に引っ張りすぎないっていうのがポイントです。縦に入れていきます。でこうしていただきますと、もう常になんかメリハリ感すごいってのわかりますでしょう。ここからローライトをぼかしていきます。じゃあローライトをぼかすためのブラシというのはこちら資生堂のマルチブラシ、こちらのブラシで、このローはですねハイライトを入れた外側に大きくこうやってぼかしていきます。ぼかす際には滑らせていただいてもいいですし、このようにブレンドしながらぼかしていただいても OK。 ぼかす範囲はスキーのゴーグルをするこのゴーグルゾーンと言われるところのみ、この部分にふわーっとこうやってぼかしてあげます。そして目を閉じていただいたこの部分、この部分はサークルモーション、くる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 っと円を描くような感じで、この目の3分割した3分の1の部分、この部分にくるくるくるっとサークルモーションするだけ。そして目頭のこの部分、この部分はこのマルチ筆の角の部分を使って、この部分を使ってサークルモーション、そしてここのノーズシャドウですね、ノーズのこのローライト、この部分というのは伸ばしすぎるのはいけませんので、眉頭下、そしてこのお鼻の中心のここの半分まで、ここまでにスーッとぼかしていきます。お鼻筋をスッと立たせるのは絶対 NG。こうするだけで正面ご覧いただくと、もうすでにメリハリ美人ができてるの分かりますでしょうか。ああ本当だ、分かる。でもここがさっきのローライトでキュッて、うん、そうなの、ローライトでキュッてなってんだけど、はい、ここにハイライトが入ってるから、はい、すごくバランスのいい目元になってるの分かる、メリハリ。そうでもこれだけでもなんかもう完成してるようなさ、そうですね、そう私のすっぴんもう目大きいでしょみたいなそう、これだけでも全然 OK、うんうん、けれどもここからなんですよ。ここからアイシャドウをどう乗せるかによって、その乗せたアイシャドウがこのベースを仕立てたかしてないかによって同じ乗せ方しても全く見え方が変わります。ここで使っていくアイシャドウ、また素晴らしいのご紹介しちゃうわよ。こちらキャンメイクの M05 番というアイシャドウパレット。かわいくない？そうなの、あの陰影感を出したりとか目を大きく見せるためにはすごく優秀なカラーパレットなんですね。そうなんですね。そうで、まず今日使うのは、ね、こちらのカラーをメインに使っておこうと思います。もう目を大きく見せるためにはもう絶対必須なアイテムがあるの。そこで使っていくのがこちら、そうよアイシャドウブラシ、そしてそうよアイシャドウブレンディングブラシ、このセットを使っていただくと目を大きく見せることができるのよ。そうまずね、はい、今ハイアンドローで作ったこのベースの上にこちらのカラーを取りますでしょう。今乗せたこのベースの上にふわーっと乗せていきます。際の部分にさーっとね、ふわーっと乗せていただいたら、このまま綺麗にグラデーションをするんですけれども、このアイシャドウブラシは斜めにカットされているアイシャドウブラシになりますので、このようにブラシをね均一にブラシずらしていただくだけで綺麗なグラデーションができるんですよ。さらにグラデーションのクオリティを高めたいときには、ブラシを持ち替えていただいて、さらに上からふわーっとぼかしていきます。もうワイパーのようにサッ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 とやっていただくと、このアイシャドウってマットなのでグラデーション難しいんですけれども、このブラシでやると綺麗なグラデーションができるんですよ。あー本当だ、綺麗でしょ。
でポイントなのは目尻と目頭の部分がもともとベースでローライトが入っていたので、なんとなく外と内側にクッと深みが出たの分かる、はい、もうグラデーションのクオリティがすごい綺麗でしょ。ほらマットのカラーって結構グラデーにするの難しいんですけど、そうブラシでねこうやって、ワイパーでやってグラデーをしたんだけれども、さらにこのブレンディングブラシをお使いいただくとこのように、グラデーションのクオリティが上がります。なんか拡張するためのコツとかってありますか？あ、なんか拡張するためのコツ、あんたせっかちね、これからよ。このブラシ何もついてませんでしょ。これをこう色物の上にくるくるっていくんですね。こうするとアイシャドウが少しこっちにつきます。そうしましたらこのまま外側にくる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 っとサークルモーション、さらに上級者の方、ここまでができたよっていう方はこのアイシャドウブラシをこれ止めないんですね。ここに止めないでこのままこちらに持っていきます。さっき入れたこのハイライトにかぶせるんですよ。なるほど。そう、かぶせるとまた綺麗に肌につながるんです。すごいでしょ。広げてるのに、アイシャドウもマットなのに全然そのしつこいっていう感じしないでしょ、確かにマットですもんね。そうなの。なかなかここまで、うん、アイシャドウを広げるって勇気がなかったから。勇気がないでしょ、うん、でもこのねブラシを使うとこうやって簡単にできるんだよ。なるほど。そうなの。目幅拡張というのは上だけでもなく横だけでもなく下もなんですね、うん、そう、下は、こちらまた同じブラシでね、はい、こうやって取っていただくでしょ。取っていただいたらこれをブラシを立ててこういう感じで、で全体に囲っていきます。そしたらこちらのブレンディングブラシ、このブレンディングブラシにこちらの明るいカラーを取ります。へー。明るいカラーを取ったらこれまたこの上にふわっとかぶせていきます。かぶせていただくとふわっと目幅が下に広がります。広がったとともにもう一つやっていただきたいテクニックが、こちらのブレンディングブラシに直接こちらのカラーを取ります、はい、先っちょにね、先っちょに取っていただきましたらこれをこの3分の1のところ、この部分のところにちょん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 と入れます。ちょんちょん入れていただいたらサークルモーション、サークルモーションするとこうわーっと陰影感出ます。ここからスッスッとくるくるくるスッスッくるくるくるスッスッと指で最後スッとなじませる。こうすると見てください、すごいでしょ。あー本当だ。そう、バッチリになりました。そうなの。でも横幅もちゃんとあって、そうなの。光と影をコントロールした人から目幅拡張がナチュラルに叶うんですね。うん、そう、ナチュラルに目幅拡張というのはそういったブラックやアイラインというもので拡張してしまいますと、あからさまに不自然感が出るんですね、うんうん、でこういった目の錯覚効果というのはこういう自然界にあるものって光と影で織りなされてますので、お顔という造形物もこうやって陰影感でコントロールしていくと、うん、もう 1.5 倍以上の目幅感を叶えることができます。すごいでしょ、うん、そうよ、目幅がグッと広がったの分かるでしょう。ラメを使っていきます。そう、ラメはねまた使い方いろいろありますでしょ、うん、もうこれ指に取っていただいてね、こうやって乗せるとすごく無色なラメなんですよ、はい、そう、これをどこに使うかというとお目ん玉の中央に縦長に乗せていきます。これよく私がね、まあ、重力メイクでやったテクニックなんですけれども、もう目幅を広げるためにはシャープにラメを乗せる、これ絶対条件なんですね。スーッと縦に、まずここに乗せる理由というのはですね、先ほどベースの時点でこちらのコンシーラーを乗せたでしょ、うんうん、このコンシーラーを乗せたところにこちらのハイライターを乗せていきます。そう、この中央にドーンと流れ星ラインとしてね、こうしていただくとよりメリハリ感、コントラストが叶ってると思います。あともう一つポイントなのは、今度はね小指の先に取っていただきますでしょ、はい、小指の先にこっち取っていただいたら、先ほど目頭の下にもハイライトのコンシーラー入れてた、はい、この下にもスッと入れていきます。スッと入れていきます。メリハリ感出たら分かるでしょう、はい、一気に目が明るく見えます。そうなの。明るく見えるとともに、うん、目頭と目尻に入れたローライトも効いていて、はいはい、よりコントラストが強く出るんですね、うん、そう、コントラストというのはですね、シャドウのパウダーだけでつけることもできるんですが、ベースで作ったコントラストも相乗効果で出てきますので、うん、これは時間の経過も美しいというところは、はい、アイシャドウというのは時間の経過で少しずつ飛んでなくなっちゃうんですね、うん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 、なくなってた時にベースで仕込んだハイ&ローが効いてることによって時間の経過でもずっとコントラストが効いてるんですよ。そうなの。そう、私はこのテクニックを使っていろんな人の目を大きくしてきたの。そうよ。
アイシャドウはこの辺りで終わり、次は、アイラインに行きたいと思います。アイラインはまずインサイドラインというところをちゃんとやっていただくのがポイントなんですが、インサイドラインをくっきり締めることによって今ベースで作ったこの陰影感が若干マイナスに転ぶことがあるんですね。なのでこの陰影感を生かしながら目を大きく見せるためには抜け感のあるアイライナーをお使いいただくのがおすすめです。そこで使っていくのが、キャンメイクのこちらエフォートレスアイライナーというリキッドタイプになります。これはエフォートレスアイライナーというだけあって、あーかわいいの、パキッとなりすぎないの、あー柔らかい、そうなの、このお色味というのは先ほど使ったこちらの、アイシャドウパレットとつながるようなお色味になりますので、うんうん、しっかり入れてもそのアイラインの主張がないことによってそこの陰影感が生かされてきます。まずはまつげとまつげの間を狙ってね、こういう感じでのせていきます。これは目幅拡張というよりはこの目の立体感を強化させるためにのせていくインサイドライナーになります。まずは強さというこの 3D 感ですよね。アイラインのメイクではなく前に出てくるこの 3D 感を意識してこのグラデーションにつながるような締め色としてこちらを今使っております。これは端から端までしっかりのせていただいても、エフォートレスに仕上がるアイライナーになりますので大胆にのせて OK です。そして次に、正面ご覧いただきまして、正面ご覧いただきましたらこちらのアイライナーをこのインサイドの最後ですね、この最後のところからつなげる感じで目尻に出していきます。まつげもう一本ここにあったらいいなっていう、一本シュッとね、わかります、ちょっとだけ広がったの、まつげ一本分出していきます。もうこれ入れただけで今目幅がグッと上がったのわかります、超自然じゃない、はい、自然、そうなの、でもインライン引いたから目が大きく見えるし、うん、そうなのよ、うん、そう目が大きく見えるっていうのがポイント、そうそれ正解なの、目が強く見えるとか、はい、目が、くっきり見えるっていうのは逆に不正解なんですね、そう今回の目的は目を大きく見せる、目幅を広げるっていう目的になりますので、リキッドライナーはここまでの締め色の濃度っていうのが正解になります。なるほど、ここで黒を使ってパキッとやると目が強くなったっていう印象で目が大きくなったとはちょっと違うことになるんですね。そう、じゃあ次に使っていくのがマスカラでございます。マスカラももちろんここは黒を使わずに黒の色素を抜くことによって陰影感が生かされてくるんですね。でアイラインの色味に近いお色味のマスカラを使っていただくのがベストですので、そこで選んだのあるんです。こちら Day Up のブラウンのマスカラでございます。とってもナチュラルにね見せてくれるマスカラになるんですけれども、はい、こちらをねのせていきます。のせる際にはこれ大胆にのせるとちゃんとつきすぎてしまいますので、やっぱりセットで使っていただきたいのがこちらソーユスクリューブラシ、そうこれをねセットで使っていくわよ。まず斜め45度っていうのがルールになります。こういう感じで根元から溶かし上げるような感じでマスカラメイクをしないということがポイントです。もともとのまつげが綺麗ですよっていう風に見せるためのまつげメイクになりますので、まずはこういう感じでこの細部のグラデーションが必要です。アイシャドウやベースで作ったハイアンドローもグラデーションがあるように、まつげの毛先にもグラデーション、これをやっていただくだけで洗練度合い、そして目幅の拡張効果っていうのは変わってきます。毛先だけ整えていただくとこういう感じでもうインサイドからつながったように綺麗なセパレートになってると思います。グラデーションというのは陰影感だけではなくまつげの太さのグラデーションもとても重要なので、そう一回見てみて、根元が若干太く毛先に向かってスッと細くなっている、はい、細くなってる、そうもうこうするだけでもう突然今ナチュラルなのに目幅が広がった感じに見えますよね。で下のまつげもつけていただくのがポイントです。下のまつげも直接いくわよ。でつけていただきましたらつけっぱなしは絶対いけないんですね。ついたら即座に、こちらソーユスクリューブラシで毛先だけこのように振りながら整えていきます。すごいでしょ。あー本当だ。でもなんかいつもマスカラつけるときって全体にこう塗ってたんですよ、うん、なるほど。そうだからちょっとスクリューブラシを使って今度メイクするときはちゃんと毛先を意識しながら、うん、確かにいいと思う、うん、
いやこうやってね、はい、やっぱりこう最後に宣伝を宿すっていうのがとっても重要になります ね、 そうですね。そう、美月ちゃんはまだ正直お若いので、うん、ラフに適当にやっても素敵に決まる、うん、けれども美月ちゃんもやっぱり年齢を重ねて40代50代になってきた時に、うん、どうしてもいろいろなエイジングサインが出てきたりとか、うん、隠さなければいけないもの、もしくは例えば毛自体も質が変わってくるんですね、はい、そういった場合やはり細部にちゃんと宣伝を宿らせることによって、うん、その年齢を重ねた未接世代でも素敵に見せるという方法になりますので、これ絶対忘れないでいただきたいです、ね、分かりました、頭に覚えておきます。そうなの、なので美月ちゃんもまだフレッシュな状態は OK、はい、けれどもこれであなた70歳なんてご覧なさいよもうね、いかに品格や清潔感やその上品さ、洗練さっていうところにちゃんとこだわると、はい、全く違った雰囲気になるってことが分かりますので、そうですね、はい、そう今からちゃんと練習をしておくということと、ちゃんと頭にインプットしておくということ、はい、これがとても大切になりますので、はい、今ご覧いただいている未接世代の方、もう私ぐらいの世代から上の方です。そういった方はね、ちゃんとね目を大きく見せるっていうテクニックも知っていただくのは重要なんですが、それよりもまず洗練させるというその細部、その部分をちゃんとこだわっていただくということが、はい、目を大きく見せながら素敵に見せるというテクニックになりますので、そこら辺ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。皆様いかがでしたでしょうか。今日の内容がいいと思ってくださった方、いいね高評価ボタン、そしてチャンネル登録をしていただきまして、下にコメントいっぱいいただけたら嬉しいです。そしてサブチャンネル、インスタ、TikTok、Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。